も石戸です。さあ、研修医生活111日目、9月の15日。この日はどんな一日だったかというと、無力さを痛感した一日でした。その模様をお伝えしたいと思います。さあ、研修医生活111日目。この日はね、当直があった日でした。正確にはね、副直の日なんですけれども、そのことについてはね、副直と当直の違いっていう動画を上げてるので、概要欄の方にリンク貼ってきますので、よければそちらもぜひご覧ください。で、この日もね、いつものように患者さんが救急車で運ばれてきました。で、僕の病院では、というかまあどこの病院でもそうですけれども、救急車で来た時に必ず PCR を実施するんですね。コロナの反応が陽性か陰性かによって対応が変わってくるので、まず PCR をします。で、その PCR は、まあ、幸いなことに何回もやらせてもらってるのでできるようになりました。で、その後の対応、上野先生と一緒にやっていくんですけど、これがね、なかなかできないんですよね。例えば、上野先生と一緒に一回やったことがあるものに関して、できるって言われても、まあ、できるってなかなか答えられないですよね。なので、先生、動脈の採血取れるっていうふうに言われても、いや、自信ないですとかっていう風な形で、やっぱできないことがね、多いんですよね。あとはね、オーダーって言って、CT の検査出せるみたいな。いや、それも自信ありませんみたいな形でね。まあ、やったことはあるんですよ。やったことはあっても、いつもはなんかその、ゆっくりした状況の中で上野先生がついて、こういう風にやるんだよって教えてくれるような感じでやったことがあるので、いきなり一人でパパってできないんですよね。そんな形で、いや、自信がないっすっていう風に言ってると、なんかね、何もできないなっていう風にね、思って、無力さをね、感じましたね。まあ、上野先生はフォローしてくれるんですよ。優しいから。まあ、1年目だったらいろいろできないから、全然そこは気にしなくていいよみたいな。じゃあ一緒にやろうかみたいな形でね、上野先生がやってくれるんですけど、いや、もう半年にもなるのに、まだ何にもできないなっていうふうに思いましたね。で、これ、どうやったらできるようになるかなんですけど、周りの1年生の研修医の意見を聞くと、どうやらね、救急に回るとできるようになるみたいですね。まあ、それよく考えたらそうですよね。救急だったら一日中救急室にいるわけですよ。まあ、正確に言うと、まあ、朝から夕方ぐらいまでですけど、で当然そこで対応する場所と、僕らが当直の時に対応する場所って同じなわけですよ。だから、救急回って、救急で対応してたら、そういうのに慣れてくるみたいですね。で、僕はね、まだまだ救急先なんですよね。なので、まだまだなかなかできるようにならないのかなと思いながらも、まあ、できることはね、一つずつ学んでいこうと思いましたね。いや、本当に何かサポートできればいいんですけど、うまくサポートできない自分をね、もどかしく感じることっていうのがね、もう当直してるとよくありますね。せっかくね、ありがたいことに呼んでくれるんですけど、先生何分後に何々の患者さんが来ますっていうので、カルテ見てね、どういう人かっていうのをちゃんと把握して臨むんですけど、本当に何もできないですね。今できることといったら PCR を取ること、あとはね、お話聞くことですよね。どんな症状かとかっていうのを聞くことで、あとね、キビキビした対応と取れないので、いや、まだまだだなというふうに思います。このね、悩みはきっと研修医の多くが感じると思います。無力だなと。いろんな科を回ってきて半年も経つのに無力だなっていうふうに思うと思います。果たして、ね、救急を回ったらね、それができるようになるかどうかわからないですけど、まあ、今は救急を回ったらできるようになると信じつつ、教えてもらったことができるように復習したいなと思いますね。という形で、ね、この9月15日は自分の無力さを感じた1日というテーマでお届けさせていただきました。なるほど。まあ、元気出せよ石戸よみたいなね、形で思った方はね、ぜひ高評価押していただけたら大変嬉しく思います。また、石戸のイデルでは、このように僕の研修生活の動画をお届けしております。まだチャンネル登録してないよって方は、この機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また、各種 SNS、Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、よければぜひチェックしていただけたらと思います。特にね、Twitter の方、頑張ってつぶやいておりますので、よければぜひ覗いていただき、フォローしていただけたらと思います。はい、ということで本日は研修医生活111日目、9月15日の模様をお伝えさせていただきました。まあ、夜はね、当直で無力だったって話をしましたけども、日中はカルテ見て、患者さんどこに行って、またカルテ書いて、病棟業務やってっていう形で、いつも通りね、過ごさせていただきました。まあ、最初の方はできなくて当然と思ってましたけど、やっぱ半年経ってくるとね、できない自分はダメだなって思ってくるようになりますよね。まあ、僕はね、明るくて楽観的なところがいいところだと思うので、まあ、なんとかなるっしょみたいな形でね、元気出していこうと思います。まあ、研修医の方にこれ見てる方がいて、無力だなって思う方がいればね、救急が前まで対してみましょう。いつかきっとできるようになりますから。ということで、本日は無力さを思い知った一日というテーマでお伝えさせていただきました。まあ、もしかしたらね、あなたも自分できないなって思うことがあると思います。けどね、まあ、いつかできるようになると信じることと、ね、コツコツと行動していくこと、これが大事だと思いますので、一緒に腐らず、諦めず、頑張っていきましょう。僕もしっかり頑張っていきたいと思います。それでは本日はここまで。また明日の動画でお会いしましょう。See you next time.チャンネル登録はこちら。